足立区のサイクリングロードで今朝、大量の釘が落ちているのが見つかり、地元の人たちが回収作業を行いました。今朝早く、足立区の荒川沿いにあるサイクリングロードに大量の釘が落ちているのを地元の住民が発見しました。住民によりますと、釘は昨日の朝も見つかり回収したということです。あ、そうだ、それだもそうだ。あ、これも、これもそうですか。昨日あって今日あるということはちょっと悪質かなと思うね。釘が落ちていた理由は分からず、地元の人たちは困惑しています。